皆さんこんにちは今回は前回に引き続き室町時代のこれ構造というかむしろ税金ですねどういうふうにお金が入ってきたかとかあるいは主語のあたりのところを中心に見ていくことになります今日のラインナップですまずは今言った財源お金税金どんなところから来たのか、まあ、ご了承からの収入以外にいっぱいあるんですね税金が丹選室別選酒屋役土葬役鶴寮赤銭こういった税金が さらに守護というのが大ききくなってきます借りた牢籍圏施設巡業圏や守護受けこういった力を手にして守護大名となり守護両国制というものを築いていったもう何のこっちゃという人もいるかもしれませんがこの中身を実際に見ていきましょう。はははい、そしてはまず今度は 村町幕府の財源というところを見ていくことになりますねえ前回構造というところを見ましたがどっからお金が入ってきてそのお金がまあ財源として幕府をいろいろ動かす元になるわけですねまずは御領書から直轄領と書いてありますこの時代は実はまだ省円高領制省円という状態がずっと続いている高領とか省円という状況がまだ続いている中ですべての土地が幕府のものってわけじゃなかったのを注意してください鎌倉幕府もそうなんですが 室町幕府もそう江戸時代になるとね一応建前す全てのものは幕府のものでいうことを聞く人にはこの土地与えてとかなんですがこれ幕府の土地というのが全国にあったわけではなくそしてかつこの室町幕府の直轄地御領所というんですがこの御領所が少なかったということなんですね。まあ、ちなみにそののの御領所から上がる税金ははこれもも初めてのものではありません年貢、武役なんて言って覚えてるかな 荘園のところでやったあの話年貢って何ですかお米はるか昔のそういう長とか言ったけどこの頃は年貢です空事というのはお米以外のものだと思ってください例えば特産物とかねま材、あ、木だったり布だったりあるいは武役これは労役働く義務ということになります武役武役読み方はいくつかありますねで、このご領書という直轄領から年貢 く時武役というのが上がってくるんですが問題はこれが少なかったんですよこのご領書というものの絶対量が少なかっただからその土地が少ないからそこから上がってくる税金も少ない足りないんですね足りないからまあ、言っとくとこれ幕府がやっぱりお金がないから弱いってことになっちゃうそこであっちこっちで反乱が起きたり一揆が起きたりしょっちゅうなんですねそんな中でもうお金ないからでも 土地はそう簡単に増えないからさまざまなその土地以外のところから税金をこの頃さまざまな産業が発展するからその発展して新しくまあ、商業とかで儲ける人が出てきたからそこからもらうということは可能は可能だったんですまずはねちょっとこれ無理があったりするんですがデンパタ家屋、まあ、これ新しい商売で読まれないですか。農民とかから田んぼを広さ一旦という広さごとにター 一旦に月いくらっていうふうに取るから単線。それから胸というのは家一棟なんていう時の棟で胸別線。単線と胸別線、単線と胸別線。で、まあ、これは家一棟ごとに胸別線。それから単線というのは、これは田んぼ一単ごとに。なんていうふうな形で取るものでした。そして、さらにいきましょう。商人と書いてありますけれども、酒屋役、土葬役。 ここのの土いいうのはこれうはれれ銅括でくぐってくれても構ま,ませんただの蔵役あとでやりますがこの時代の氷菓子高い利息を取ってお金を貸す土葬酒屋こういったところから税金を取るまあお金はあるところから取りましょうとそういうことなんですけどね酒屋役土葬役っていうところになりますさらにどんどんいくぞ「積船」と「酢漁」津漁「酢漁」と「積船」「酢漁」というのは港の入港料これは 船が港港をを通るときにににそその港にお金を払ううんでですすねこれががちなみに今もそうですよ船が例えば横浜港とか神戸港とかいっぱい港ありますけどその港を使うときには港にお金を払ったりする例えば空港空のね空港も飛行機なんかは例えば成田空港を使うとその飛行機会社が空港使用料を成田空港に払ったりみたいなそんなその港に船が払ってくれるお金あるいは 数量はこれお金港なのに対してこの赤所陸上ですね赤線というのを赤所で取るこれはまあ高速道路の料金所みたいな感じですねこの赤線赤所というところねまあうちのお父さんの車は ETC だからピッて言ってあんま知らねえぜって思うかもしれないけどこれ赤所じゃないけど今も高速道路を通るときにそこで料金所でお金取られるんだよねそんな感じで赤所でお金を取るこれね 江戸時代にも石所って箱根の石とか出てくるんですがちょっと性質が変わってるから江戸時代の箱根の石とかは人の行き来お前は本当にここ通っていい人間かチェックだみたいなことやるんだけどここはお金取るんだよねその税金を取るのが主な目的になっているということをちょっと知ってください石銭、通料、お金取りこれが幕府の重要な財源になったというところですそして その後ちょっと細かくてこれ後でまた政治の流れの中でやっていきますが中分線これは貿易に対してかけられる関税それから部位置線これは特政令の手数料これごめんなさい後で出てくるのでその時にもうちょっと詳しく出てきた時に一緒にお話をしていきますまずは財源としては年貢くじ部役が中心だけどご了承が少なかったからそれ以外にたくさん税金を取った取らなきゃいけなかった単線や 村別船や酒屋役や土葬役や酢料や石船や、ね、こういうたくさんの税金を取ったということになったわけですはい今度は守護になります実はねこれ室町時代守護がすごく大事で鎌倉時代は実は覚えてるかな学級員みたいなものなんて言って大門三課長なんて役職あるけどこれしかなかったとか言いましたそれがね パワーアップするんですね。そのパワーアップした主語を見ていくことになります。まずはですね。その主語の成長というふうに書いてありますが。その主語、もともと仕事としては、パイボン参加条なんでしたっけ。三つ言える。三つ言える。鎌倉時代にやった主語の仕事、パイボン参加条は。大判催促。無本人逮捕。殺害人逮捕。これ三つだった。これ三つしかなかった。そのパイボン参加条以外に、さまざまな権利が。 借りた牢関兼施設巡業権あるいは犯罪守護家といったさまざまな権利がこの守護にこれ与えられるんだよね。まずは今まであったその大判催促君大判役行けよみたいな催促するだけじゃなくて借りりりた老これは稲の強盗の取り締まり本当はねこんなに書かなくてもいいんだけど借りた牢関っていうのは田んぼを刈り取ってしまう犯罪行為これを県断取り締まる行為なんだよね。 借りたたう,うんんんだだなて言っもし一般には「枯太郎絶権枯太郎絶権」「稲の強盗この土地は俺の土地だ」とか主張する時にね「すごいんだよ激しいんだよ俺の土地なんだから」っつってまあ実際そこを支配している人が「明日稲刈り頑張るぞ」なんて寝て起きて「さあ稲刈りええー、ない」なんて。 どういういこと俺の土地だとそこを主張している人が前の晩に全部勝手に稲を刈り取っちゃう、まあ、強盗ですけどこれねひどい話だけどこれを捕まえる権利借太郎関をする権利じゃないよ。を権断取り締まる権利のことを借太郎関権断権なんて言って略して借太郎関権関関の字が草冠ですからね竹冠戸籍の関とはちょっと違うので注意してください。こういった借太郎権や施設巡業権 幕府の最低の強制執行権幕府が裁判でこっちの人が勝ちこうしなさいなんて言った時それを無理やり言うこと聞かせる言うこと聞かなかったらお前言うこと聞かねえのかやつけるぞってボコボコにしちゃってもいいんですよもうそんな今まで守護って学級員みたいなものなんて言ったけどそんな学級員いるかってねそんな言うこと聞かなかったらボコボコにしちゃっていい人なんていないですよねこれ要は 借田老責権施設巡業権今までなかった新しい権利を手にして鎌倉時代とはもう変わっってきちゃったんだよねそんな変わってきちゃった守護のことをじゃん守護大名と言いますね守護大名なんていうふうに言います守護は守護なんですなんだけど守護大名としてパワーアップしているんださらに判税で詳しくはごめんなさいあとでちゃんとやるんですが。 半税令というのは簡単に言うとこれでお金を手にするんですね主語が省援領主に行くお金の半分をもらう権利をこれお金もらって学級委員する人ってあんまりいないですよねみんなのクラスの学級委員やるとね月に3万円もらえるってみんなやりたくなっちゃいますよねだけどなかなかそうはないでももう学級委員じゃなくなったんだよこの主語大名とパワーアップしたんですねこれが半税令そして主語受けこの主語受けは 鎌倉時代に地頭家っ,ってくだくさい地頭受けっていうのは簡単に言うともう地頭がそこ好きに支配しちゃっていいよなんて話だった守護家は守護がその荘園支配しちゃっていいよってことになるこの時代室町時代はまだ荘園交流制というのが形は変わりながらも続いて残っていますからそういった土地を守護が好きにしていいよなんて言われたもう こんなふうに借りた老藉の権利を与えられた施設巡業の権利を与えられた半税の権利を与えられた守護受けの権利を与えられたそんなパワーアップした人を守護大名支配力強化守護大名そんな守護大名中心の支配体制を守護両国制なんて言ったりする。 まあ守護領国制って何なのかってこの下に書いてあるように守護大名を中心として守護その下に黒人地侍ドミンこういう支配体制のことを守護領国制と言いますねちょっと黄色くなってるけどこの守護がその中心でその下に今まで地頭だったような人たちが黒人黒い人じゃないぞ国の人黒人それから地侍は地頭の下にいた有力農民クラス。 そしてドミンこれが今まではさ守護ってこんな支配者トップとかじゃなかったんだけど本当に支配者トップこのピラミッド構造のトップにこの守護を中心とした守護大名を中心とした支配体制ができてきたこれを守護領国制というまあ簡単に言ったら家来になったということなんですよ。 今まではそんななん、例えば学級委員みたいな人が一人いたとしてね学級委員以外のクラスのメンツはみんな学級委員の子分か家来か違うよねだけどこの主語がパワーアップして、ね、もうその下にいる人たちは部下家来みたいになっていったこんなパワーアップした主語を主語大名それを中心としたやり方システムのことを主語両国制どうやってパワーアップできたんですか業 純は尊敬の尊に侵入つけてね施設純業そして半税守護受けこういったのでパワーアップしたいうことになるこれが守護大名室町時代こういうのがだんだん室町の前半の南北朝の動乱期から増えてこういったものが出来上がっていったいうふうに捉えてください。はいそしては最後練習やっていくことにしましょう。 まずは前半でやった財源室町幕府の財源です。その室町幕府の財源の一つとして、直轄領であるなんとかからの収入があった。直轄領のことを御了承と言いましたね。御了承と言いましたね。よいしょ。御了承の量は。この料理の量、料金の量を書きますから。これでしっかり押さえてください。この御了承から何が年貢、くじ、武役というのが取れた。 米やそれれ以外のものもが取れたしかしそのご領収が少なかっただからご領収以外のところからあるいは以外のものに対してさまざまなものをね取るかけるねということでした室町幕府は土地に対してかける貸した税金のことを何とか、まあ、建物ではなくて土地とありますから単線単線田んぼ一旦につき これぐらいと言ってね一旦っ,ってほらはるか昔古代にも一旦につき二足にはとかあったあの丹丹選や商人小売菓子に貸した税金これは二つありました一つはこの土葬薬とあるからもう一つここは酒屋役ですね酒屋土葬というのがこの時代の小売菓子業者なんだというところを押さえてもらってそこの酒屋から酒屋役土葬から蔵役 土葬役いうのを取ったまあそのままっちゃそのままですけどねこれが室町幕府の財源そこから入ってくるお金で政治をしたということですそしてこの時代には守護が大きく成長これすごく重要でした守護の職務が拡大大盆参加条なんてやつ大盤採属無本人逮捕殺害人逮捕に加えて稲の強制刈り取りなんてこれを取り締まる権利借りた牢舵権借りた牢舵権この ンの関の字は草冠ですから戸籍みたいに竹冠書かないようにしてくださいそんな枯れたキケンや幕府の裁定を強制的に執行まあこれが施設巡業権よいしょ施設尊敬の尊に侵入つけてよいしょ 施設巡業権,施設巡業権この施設巡業権借りた老うぜねあるいは半税守護権こういったものでパワーアップしたそんな成長したパワーアップした守護のことを主大名と言ったもちろんこれが後の戦国大名につながっていったりするわけですがまずは守護大名ちなみにこの守護を中心とした その下に黒人寺侍を従えたそんな体制のことをなんて言うんだっけ守護領国制守護領国制この守護領国制はしつこいようですがこういった様々な権利によって守護がパワーアップしたことで出来上がっていったんだこんなのをさえてください室町時代の前半のところでこういったものが出来上がってすでにいました <music> とということで室町幕府の財源などを見てきましたでこのあと実際の政治を見ていくことになるんですが気づくと思うんですねやっていくと反乱とかとかかがすすごく多いんですどうして反乱域が室町幕府が多いかというと簡単幕府がそれらを抑えられなかった統制力がなかった、まあ、どうしてかというと軍事力がないどうしてかというとお金がないからなんでお金がないからっていうと今やりました要はご領所直轄量が少なかった。 様々なものに一生懸命税金かけてはいたけど根本的にそれですごいたくさんお金が入ってきたというわけでもなかったりしていうことなんですねなので実はこの後のそういった反乱とかと今の話がこういうふうに繋がるんだというところで大事だったりするテストでもね聞かれたりするところなのでまあ、この時代ぐらいですこんなね税金の種類が5個も6個も7個も江戸時代だって出てきませんからちょっと大変な時代だけど税金を多めにそしてまあ幕府が弱いから 中央政府が弱いから地方で守護が強くなってくるそんな側面もあるんだよねということでその守護大名としてパワーアップした守護がどんな風に出てくるのかというのをまた次回以降の具体的な政治の流れのところで見ていきます楽しみにしていてください